海と日本プロジェクト in 徳島。ここは勝浦郡上勝町。今回はここで環境問題の解決に取り組む NPO 法人ゼロウエストアカデミーをご紹介します。近年は農業用肥料など山間部からのプラスチックも多く海洋ごみとして回収される中、理事長の笠松さんはこう話します。パンとか納豆とか何もかもみんなこういうプラスチック、非常に便利で使いやすいです。これほど便利なものをゼロにするよりも、私はですね、これを回収する必要性っていう、こういう回収不可なものは製造販売を禁止するという法律、なおかつ製造業者が全て有価で回収する、そういうふうな仕組みがやっぱり行政的に必要だと思います。笠松さんは資源を回収する仕組みを作ることによる変化をこう予測します。これ先ほど捨てられてたもんですけれども、5円で回収するってやったら多分皆さん捨てないと思います。あるいはもっと全く違うプラスチックで軽くて壊れにくいもので何回もリユースされるプラスチックの瓶とかを開発すれば壊れないしね、軽いし、そんなものが出てくると、まずは捨てられようになる、で捨てられてもなおかつ拾う人が必ず出てくるということで、日本中あるいは世界中から廃棄物がなくなってくる。ですから川も海も農地もみんなきれいになるということです。笠松さんの提言は法の制定を国や県に働きかける請願として上勝町議会で採択されました。私たちと私たちの次の時代のために資源回収を作ってご理解いただくように、やっぱりこれ以上は行政政治家に考えていただくようにですね、請願書を衆参両議員にですね出していきたいと、そんなに考えてます。海と日本、今日も見てくださりありがとうございました。Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。